切なワンピース。引っ込み思案のピース君、手をつないでってなかなか言えなくって、いつも一人ぼっち。誰とでも手をつなげる子にずーっと憧れていました。穴ぽこだらけの僕だってみんなと手をつなぎたい。そう思ったピース君は無理やり飾りの手を作ってみました。君ちょうどいいから私とも手をつないで。ピース君、僕も。ピース君はあっという間に人気者。でも、だんだん自由に動けなくなっちゃって。うわ、ちょっと何？ピース君はみんなに引っ張られてうまく合わせられなくなりました。ごめんね、もっとみんなに合わせるから僕を嫌いにならないで。ピース君は急いでお家に帰っていろんな形になってみました。あれも違う、これも違う、もっともっとみんなに合わせなきゃ。そうしているうちにだんだん元の形がわからなくなって、とうとう病気になってしまいました。僕なんていてもいなくてもいいんだ。もうこんな世界からいなくなっちゃいたい。そんな時、どこからともなく優しいハミングが聞こえてきて、ああ、やっと見つけた、探したんだよと、鼻歌が大好きなハミングちゃんがやってきました。また誰か来た。どうせこの子も僕に無理やり会わせてほしいんだ。ごめん、ほっといて。今は誰とも手をつなげないんだ。本当は欠けてばっかりの役立たずなんだ。ハミングちゃんは少し考えてピース君にこう言いました。私も同じだったんだ。今日あなたに出会えるまで。ピース君がいてくれるからみんなの絵とつながれるんだよ。ピース君は驚きました。みんなの絵？ほら早くこっちに来て。驚いているピース君の手を取ってハミングちゃんは走り出しました。前が見えないよ。こっちこっち。二人は手をぴったりつないで大冒険。うわー、ねえ、どこまで行くの？あの丘の向こうだよ。みんなが待ってるから。なんとそこには二人の穴だけぽっかり開いたジグソーパズルがあったのです。ハミングちゃんはピース君に言いました。あなたは欠けてはならない大切なワンピース。
てくれたから私もつながれるんだよ。ピース君は涙が止まらなくなりました。このままでいいんだ、このままがいいんだ。ピース君は嬉しくなってハミングしているとだんだん力が湧いてきて、今度はハミングちゃんの手を夢中で引っ張って走り出しました。あ、向こう側にも誰かいるみたい。覗いてみよう。せーの、ピタ。二人がハマるとみんな一斉に歌ってくれました。なんとその絵は地球が嬉しそうにハミングしている絵だったのです。うわー、ピース君たちの声はある一人の女の子に届きました。そのメロディーを聴いていると世界中の人たちがハミングで一つになっている素敵な世界が見えてきて、誰かに早く伝えたくなって女の子はお家を飛び出しました。パズルから聞こえたハミングを歌っていると、いろんな国の人が集まって一緒に歌ってくれました。平和なその歌声は言葉の壁を越えて世界中に広がっていきました。僕もあの子もあなたもね、そのままでいいんだね。そのままがいいんだよ。おしまい。ありがとうございます。あなたは大切なワンピース。一人が一人にあなたの平和の心を伝えたら、その平和のピースがみんなの平和のピースになって、みんなの平和の絵になっていくっていう風に感じまして、私のハミングフォーピースのこの活動はジグソーパズルのピースをシンボルマークとしています。皆様の後方の方に絵本も飾らせていただいているんですが、この絵本がですね、なんと世界中の皆様のおかげで5カ国語翻訳されまして、中国語、日本語、英語、イタリア語、スペイン語、いろんな言語になって世界中に少しずつ飛んでいってくれています。あなたは大切なワンピースです。聞いていただきましてありがとうございます。はい、そうですね。